ダチュアンヌーベル役の伊沢美徳です。皆さんごきげんよう。ミディアムヒルデガルド・フォン・グロピウス役の高橋かりんです。アクションドール、アニメ、舞台、アプリゲームなど様々なメディアで展開中のプロジェクトアサルトリリー。この番組はそんなアサルトリリーの魅力を伝え、人々を導く存在となっていくためのパーソナリリー養成番組です。はい、ということで、はい、もう2月も最終日で明日から3月だそうですが、木曜日にはひな祭りがありますよ。はい、ひな祭り、まあ、我々ね、はい、女子ですから、はい、ひな祭りにはゆかりがあるかと思いますけれども、はい、お家ではやったりしてました？ちっちゃい頃とか。やってたよ。去年もひな人形を出したけど、お母さんが全然出してくれなくて、出しなよっつって、なんか3月2日とか1日とかにギリバーって出してやばいやばいって出して、3日にすぐあやばいやばいってしまった。たった1年に1度しか出れないのに2日だけ投射して、もうあとずっと押し入れにいるんだね。そう、でも確かにちっちゃい頃とかはね、すごい本格的にやってた。お、あれ段いっぱいあるやつ、あるやつ、やってたけど、でもやっぱ猫とか飼い始めてからさ、やられちゃうもん、ね、おもちゃになっちゃうからどんどん減ってって、最終的にはもうお雛様とおだいり様のみになってったね、うちもそんな感じだわ。そうなるよ、そうなるよ。でもね、あのリリー的おひな様、はい、ひな壇を作るとしたらどうなるかって話したんだよ ね、 いいね、ね、そう話しました、まあやっぱりおひな様おだいり様はゆゆりりですよね。もちろんそこはね、まあそこはね、主役の2人ですから。で次3人感情、はい、発表します。でれれ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 でん、リリーリリーゴーゴーリリーの3人でーす。うるせえ。真ん中海平さんで、おーいいね、1号2号で挟む。なんかそこだけでまた独立の舞台みたいになってるけど。3人感情、まあ、理由は3人でちょうどいいからです。ちょうどいいからです、はい、で次、まあ、5人林は、はい、まあ、こちらも5人でちょうどいいのでヘルボルでーす、まあ、グランエプレでもいいですね。いいですね、という感じでしょうか。にぎやかそうだな。あと右大臣左大臣、右大臣左大臣と、あとあのほら桃の花とさ、なんかみかん金かん、なんかその辺やってもらおう、グランエプレに。造園家だから。あーなるほど、うん、あそれはいいね、うん、確かにいいかもしれない。実現したいな、ドールとかでさ、並べて写真撮るのもありかもしれない。いい、ね、まだちょっとひな祭りまで時間あるんで、まあ、お家にいるリリーたちを組み合わせてちょっとね、ひな祭りを再現してみてもいいかもしれないですよ。さあということで、そろそろ始めていきましょう。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー、訓練開始。この番組はアサルトリリーラストバレットの提供でお送りします。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー。改めましてごきげんよう、伊沢美加子です。ごきげんよう、高橋かりんです。では早速ゲストの方にご登場いただきましょう。丹波あかり役の新藤あまねちゃんです。ごきげんよう、新藤あまねです。おーようございます。あれ合わせてくれた、すごい。私たちってこんな感じなのかな、旗から見ると。わーわーキュイーキュイー、私たちの泣き声。はい、アマネスは去年の9月以来3度目の登場となります。前回はですね、絵描き歌をしましたが覚えてらっしゃいますか。なんかメロンパンあってみたいな。ありましたね。真ん中に大きい米があって、横から似た形の米が生えてるみたいな。なんかそんな感じじゃなかった、かぼちゃのさ、なんかあった気が、ジャックオランタンありましたね、あった気がするな。あのボコボコ卵があって、あそうだ、卵 卵が右から左からチラ見えしてるみたいなね。そうだってね、懐かしい。まあそれも記憶にあるし、その一個前のね、ピュージの鳴き声をやったりとか、ユニコーンの声をやったりとか、ヤギのなんかこの神話に出てくる架空の生き物、の鳴き声をあまねちゃんがやらされてたのを覚えてる。でもうまかった気がした。うまかったよね。やった。
すごい体を張っていただいていつもありがたい限りですよ。さあということで、まあ、先日はカオリンが来てくれたんですけれども、はい、その時もたっぷりお話聞きましたが、うん、マンマネスはですね、昨年の12月25日に開催されたアサルトリリーラストバレットプレゼンツアイドルリリーステージにも出演されました、はいはい、もうあれから2ヶ月経ったんですけれども、まだまだ感想メールたくさん届いておりますよ。はい、まず紹介しましょう。ラジオネームもうねるもすさんからいただきました。ありがとうございます。伊沢さん、かりんさん、ゲストのアマネス、サダモリ、サダモリライブイベントアイドルリリーステージ、ソロ曲トップバッターでの出番でしたね、はい、配信で視聴したのですが、アマネスのパフォーマンスはもちろん、画面に映るもの全てがパワフルでカラフルで、見ているこちらも元気がもらえました。楽曲の最後の方でオーディエンスを指差しながら星を描くところも明かりらしくて素敵で粋な演出でした。ソロ曲摩訶不思議を大好きだ、いや、アイドルリリーステージについての感想を聞かせてほしいです、ということでね。はい、すごかったっすね。ですか、すごかったっすね。すね、なんかソロ曲が、うん、それこそグランエプレが初みたいな、うん、そうだね、うんうん、でそれで出で、うん、でレコーディングから始まって、うん、もうあっという間でしたね、うん、でもなんかもう本当明かりのってパワフルなんですよね、うん、なんか歌もパワフルなのに、うん、あの振り付けもパワフルなんで、うん、体力消耗曲ではあったんですけど、うん、とりあえず最初の2曲と、うん、このソロ曲やったら後ろに行くから安心してでスタッフさんたちに言われて、うん、で終えて楽屋に行ったらチキンがあって、うん、で、あのスタッフさんからその某チキン屋さん、クリスマスだったんで、うん、某チキン屋さんのいろんな部位が入ってたんですよ、はいはい、どこがおすすめとか、うん、どこがこういううまさがあるっていうのを聞きながら食べるっていう、うん、え、何、なんかチキンの申し子みたいな人がいたの？いらっしゃったんですよ。待って、この話のお家チキンなの？そうなんですよ。めっちゃ今ソロ曲すごいねと思って聞いてたけど、なんかでチキンがあってでチキン美味しくて、そうなんですよ。チキンの話なのこれ。私たちステージ裏でチキン食べてるっていう、チキンのぞりついちゃって、なんかカオリン来た時もさ、なんか、うん、すごいあのケータリングが豪華ね、あ、言ってたかも。ケーキ食べてとか、みんなみんなみんなすごい。いやでも嬉しいよね、ご飯美味しいことはね。裏話も聞きたいけども、うん、でもやっぱ、うん、ソロ曲の話ね、聞きたいですね。私たちも配信のね、うん、映像で見させてもらって、ありがとうございます。すごかったね。もうだって19人のソロ曲の中のトップバッター中のトップバッターじゃん、うんうん、そうなんです。あかりちゃんがそうだ、そうだよ。誰よりも第一弾だったから、そうだ、みんなのさ期待値もさ、多分アサルトリリーの一人一人にフィーチャーした曲だっていう期待値やりながらも、もう一人きりでステージをこうもう所狭しと動き回って歌ってるのがもう かっこいいって思った。いやー、ありがたいですね。すごい元気で、あかりちゃんらしいというか、うんうん、なんかおー、かわいかった、すごいよかったよね。なんかさ、うん、もう5人とか9人で立つようなステージに1人だとさ、うんうんうん、やっぱり見た目としてはさ、うん、一瞬寂しくなるんだけど、うん、その空間の隙間がないぐらい、あかりワールドっていう感じで、うん、ワールドが展開されていた、ね、歌詞とかも結構あかりちゃんを散りばめた歌詞で、うん、って思ったけど、お気に入りポイントとかあるの？お、聞きたい。どれも好きなんですけど、うん、個人的には、うん、あの自分がギターやってるっていうのもあって、うん、ギターソロはすごいみんなに聴いてほしいなっていうのもあるし、あとはやっぱりワクワクモクモクドキドキムクムク言ってるんで、そこをみんなに解読してほしいなって思って、歌詞が出る前にこのモクモクはどれだろうみたいな、このモクモクはどこだ、ここムクムクって本当は言ってたんだなみたいな、そうなんですよ。なるほど、いろんな擬音を ね遊び心ね、入ってるんだね、うん、そうなんですよ。あとなんか最後のおかわりさだもりが、うん、なんか最初レコーディングだと、うん、おかわりさだもりって言ってたんですけど、うん、あのディレクションでその作曲の神田さんから、うん、いやこれはなんかちょっとムスッとしながら言ってほしいっていうのがあって、それであのデータがあの最終的に収録したのが、おかわりさだもりって言ってて、そうなんです。であれはなんか振り付けもあのそれにリンクして、なんかそのさだもりにマカロン口に突っ込んでるみたいな、おー、なる
ほど、あれなんですよ。じゃあ結構存在に扱ってる感じなんだ。そうなんですよ。あんまりハッピーじゃないっていうよりはいつも の, あのダラダラと喋りながらいじってるみたいな。そうなんですよ。へえ、面白いね。それは聞かないとわからないところだったから、すごい、ね、今すごい情報をゲットした。そこ聞いたらそのマカロン食べさせてるシーンが浮かんじゃうよね、うん、勝手に脳内メモリアが浮かんでくるよね。へー、素敵だ。そうなんですよ。あとソロ曲といえばクレハ、うんうんうん、ソロ曲にすごいやつ、みんなで後ろに出るんですけど、なんかあれが結構高菜穂の方は、うん、リハの時から動きが決まってたんですよね。なんか二人でもう作り終わってて、どうしようみたいな、貞森とあかりがみたいななってて、自由でもうその時にアドリブっていう、自由演技で。え、当日はどんな感じでやってたの？当日は夜の部は、うん、シャルイダンスしてたのかな。うーん、そうなんですよ。あのあかりがひざまついて手出してみたいな、でこう手を取って、で最後には絶対抱きつくっていうのがあったんで、それでやってたんですけど、隠れエモポイントだね。エモポイントですね。だってなんか劇中だったら、まあ、あかりとね、ひめひめがそんなシャルイダンスって照れくさくてやらなそうじゃん。そうなんですよ、ね、でもクレハの想像なんで、あれはやりかねないな。あ、なるほどね。こうしてくれたら二人尊いなっていう、なるほど、シチュエーションを思い浮かべてたんだ。そうなんですよ。いいですね。あ、素敵、最高だな、うん、でした。ということで、はい、ライブに関する感想まだまだ来ております、はい、ラジオネーム七尾さんからです。ありがとうございます。ミケさん、カレンさん、ゲストのアマネス、ごきげんよう。ごきげんよう。ゲストがアマネスと聞いてすぐ仕事をしながらメールを書いています。ありがとうございます。去年のクリスマスに開催したアイドルリリーステージ両部参加させてもらい、初披露のキャラソンに、黙って大興奮していました。あら、最高の時間をありがとうございました。キャラソンとの初対峙の時や以前、うん、振り回したいと言っていたマルテを持った感想などをお聞きしたいです、はあ、とのことです。はあ、そっか、今回みんなそれぞれのチャーム持って写真撮影してた ね。そうなんですよ。でかい、でかいんです。写真ありますけど、はい、もうこれだって普通に手ブランって持とうとしたら床にもう刺さっちゃうぐらい長いよね。そうですね。しかも重いです。重いんだ。結構なんか舞台とかの皆さんが使ってるチャームって結構軽いんですよね、うんうんうん、で一応今のところ展示で使ってるのもあって、うん、結構今のところ重いなって。まあ私も持ち慣れてないっていうのもあって重いんですけど、肉抜きみたいなあんましてないのかな。そうなんですよね。中がね、うん、ぎっしりなんだ。そうなんですよ。マルテはさ、このさ羽みたいなのが可愛いけどさ、ここが自分に刺さってどうやって戦っていいか分かんないな。しかも確かにあかりちゃんはさ、パーカーみたいなさ結構ダルンとした服装とか引っかかっちゃいそうだよ ね。そうだね。確かに捌くの難しそう、うんうん、でもやっぱ持つだけでも決まるよね。はい、いいですね。大きかったね。え、ちょっといつかレアスキルとかこれで発動してほしい。わー、天の計り飯したい、ね。結構それぞれに動き作ったりとかしてるから、うん、このマルテバージョンで あかりちゃんの動きのレアスキル発動とかね。確かに、なんだろう、どんなことするんだろう。ジャジャウマっぽい感じ。ジャジャウマっぽい感じ、うん、なんかあんまさ、うん、シャキーンシャリーンっていうよりはなんかいけえいでジャンプみたいな、なんかね、そう、感じと可愛い感じ、元気いっぱいの感じがね、魔法少女っぽい感じ、うん、そうそうそう、確かに一回なんか投げたりしてキャッチしてもいい、うんうん、かわいいな。投げれる重さにしてもらう。ぶっ刺さって終わる。地面に地面に突き刺さった。はい、ということでまだまだ来ておりますのでご紹介しましょうかね。はい、ラジオネームりょうさんからいただきました。ありがとうございます。石田さん、高橋さん、しんどうさん、ごきげんよう。ごきげんよう。ノイントプレルデュームラストバレットミックスを通勤途中などでバリバリ聞いています、うん、収録曲の中でもグランエプレのトレジャーエブリデイは思い入れの深い曲の一つです、うんうん、私は昨年のクリスマスのライブに昼夜公演ともに会場にいたユニコーンのうちの一頭でした。この曲が披露された時、舞台のスクリーンに歌詞も映されていて、優しさがあふれ辛い時に寄り添ってくれる温かい歌詞、そしてグランエプレの皆さんのパフォーマンスに思わずうるっとなりました。今日もこの曲からとびっきりの元気をもらっています。再びライブでこの曲が披露されることはもちろん、会場であかりちゃんのさーだもりコールで盛り上がれることも楽しみにしています。とのことです。ありがとうございます。
ということでね、アサルトリリーのセカンドシングルノイントプレルデュームラストバレットミックスが先日発売されまして、はい、トレジャーエブリでもね収録されているというグランエプレバージョンの通常版 C、はい、買ってくれた人もたくさんいると思います。グランエプレのね、うん、バージョンの方はグランエプレのみんなが、うん、顔出しでジャケットになっているわけですけれども、はい、どうでした？現物見てみて。あのジャケット撮影の時に、うん、前田さんが、うん、あの箱に乗ってるんですよ、みんなと同じ位置に並ぶために。一人一人撮影はしてるんですけど、台に乗って背丈を合わせてて、底上げしてるの？そうなんですよね。私だけ突き抜けちゃうんですよ、グランエプレでも。そうなのか。必要があって、うん、いつもあかりがやってるポーズが腰曲げるんですよ、曲げてこう横に45度ぐらいになって、うん、こうほっぺに指やってるポーズがあって、それで撮影して、うん、背のこの差をなくすみたいな。高い人は鏡、低い人は上がりみたいな。そうなんですよ。75度ぐらいでしたね。みんな同じぐらいの身長になってる。すごいんだ実は、確かにね、本当に並んだらカオリンは多分カリリンの、やめてあげて。そうだね、確かに言われてみればそうだね。実は実はそれ想像すると可愛いね。可愛い。お互いに努力してる。歩み寄ってる。へえ。そうなんですよ。ちょっといいな、キュンとしますね。可愛い裏話だったね。え、あとね、あの19年曲のつぼみの中の奇跡も収録されていますけれども、はいはい、こちら歌ってみてどうでした？いやー、これすごい個人的に好きで、最初のはーあはーのところめっちゃ好きなんですよ、ね、ハモがね、そうなんですよ、ね、すごい綺麗で ねえ、なんか神聖な気持ちになるよね、現れる心、現れるキラキラする、かわいい、そうなんですよ、かっこいいけど素敵みたいな、いい曲ですね。いい曲ですよね。これも19人で歌いたい ね。確かに、いつか歌える日が来たらいいな。はい、さあということで、じゃあここからは、はい、アプリゲームアサルトリリーラストバレットの話もしていきましょうかね。はい、ということでこちら1周年を迎えてメインストーリーの2章が公開されたり、新しいリリーも登場したりとますます盛り上がっております。そしてそして本日からグランエッペルの新イベント美しき世界のメッセンジャーが開催されますよ。イエイよ。ハロウィン以来の久しぶりのグランエッペルイベントとなっております。はい、あかりちゃんの新メモリアも出ておりますよ。はい、はい、かわいかったね。かわいかった。みんなおしゃれでフリフリだった。クラシカルっていうんですか。そうなんですよ、ね、なんかね、グランエプレがさ、ああいうこう、うん、白とか紺とか、まあ、衣装珍しいなって思った。確かに、なんか結構ピンクとかさ、制服も赤というか、うん、エンジというか、うん、明るい色だから。そうだね、あんまり落ち着いた感じのデザイン、うん、色味って珍しいね。すっごい珍しいです ね。そうだね、言われてみれば着ないんで、うん、でもフリフリだったけどね。ねえ、うん、そんなのらしい。可愛らしさが譲れないフリフリがありましたね。あ、いいですね。ストーリーの方もね、はい、楽しみですね。楽しみに、はい、負けそうなストーリー展開でしたね。はい、見た感じね、楽しみですね。はい、はい、では続いてまいりましょう、うん、ラジオネーム魔法少女今井智博さんからです。ありがとうございます。みけさん、かりんさん、ゲストのあんまねすさん、ごきげんよう。ごきげんよう。あかりちゃんといえばやっぱりユニコーンと、そしてサダモリですよね、うん、ラスバレのメインストーリーではルドビコのゲリラライブを計画する姫姫と、電飾をつけたネオンサダモリを提案するあかりちゃんがめちゃくちゃ面白かったです。はい、この二人のコンビ、ストーリーを見るのが本当に楽しいです。今後もラスバレ内のイベントであんな赤姫のエピソードも登場してくれたら嬉しいです。ということで、イラストも描いてくれてます。じゃーん、わー素敵。わー、ユニット感がすごい。サダモリと、うんうん、ね、2人であかりちゃんと並んでますね。はい、可愛いですね。嬉しい。でもそれこそこのネオンサダモリが、うん、なんかその輝きたいみたいな、キラキラしたアイドルリリーでいたいみたいなサダモリが言った時に、あかり物理的にこう光らせるっていう、そういうんじゃなくてもっと内側の、そうなんですよ。
いいボケツッコミですね。そうなんです。相性いいな。相性いいね。この二人の出会い知りたいんですよね。確かに。そうだね。最初ね、どうやって、だってすごいもう水と油みたいな感じなのにね。どうやってだけど息ぴったりだもんね。ねえ、そうなんですよ。交わっていったのが気になりますね、うん、はい、はい。さあそしてですね、はい、今後の展開、5月にはですねアサルトリリーのミニトーク&ライブ、はい、ハッシュタグリリー向上会議というのもあります。ありますね、こちらに、アマネスも出演するわけなんですけれども、はいはい、アマネスの出演する日には私、うん、伊沢もいます。ミケちゃんもいる。5月21日土曜日、はい、はい、そうなんですよ。ここは、なんか一つ柳隊の5人の中にグラエプレ1人っていうの面白い組み合わせで。そうなんですよ。でもなんかゲーム内でも、うん、ゆりが丘からあかり帰りたくないって言ってた時があったんで、多分その形なんだろうな。そうだね。なんか遊びたい。姫にバレるまではここでしれっと一つ柳隊としてあんた何やってんのよって言われて連れ戻されるみたいな。あーって。なるほど。じゃあ確かにこのメンバーだったらもう実質日立柳隊ということで、やった。だって出るメンバーがね、赤尾夏吉、伊沢紬等の進路なんで、まあ、誰も止める人はいないでしょう。そう、思いっきり日立柳隊。ねえ、もうあかりちゃんならウェルカムで迎え入れられそうですからね。お、やった。楽しみですね。楽しみね。これははちゃめちゃな展開になりそうだな。ということで皆さんチェックしてください。はい、ということでメールの方もたくさんありがとうございました。これからもお待ちしております。ではここで1曲お届けしましょう。アマネスから曲紹介をお願いします。はい、それではお聞きください。アサルトリリーラストバレットよりグランエプレでトレジャーエブリデイ。とびきりの笑顔の。どんな困難が待ち受けていようともヒュージに立ち向かう強い意志と仲間との絆が大切、うん、そこでこのコーナーでは3人で協力して様々な特訓をしていきます、うん、今回のテーマはギオンで戦術特訓です。おお、あかりといえばパルクールのコツをシュッと来てバーッとやってぐるぐるってするんだと表現する独特な感性を持つリリーですよね。どういうことだ。はい、ということでリリーたるもの何を言ってるのか理解してあげたい、うん、そこで今回はタカニャン先輩のように行動を表す擬音だけを聞いて何をしている時なのかを当てていきます。おお、なるほど。もう明かりを変えるんじゃなくて聞く側が頑張るっていうことですね。はい、ということでお題を見てその時の行動を擬音だけ
で表現してください、はい、その擬音も聞いて、うん、2人で相談して何をしている時か当てましょう、はい、3回中2回うまくいけば特訓成功となります、はい、かっこ言わなくても分かると思いますが絶対に擬音だけでお願いします。ジェスチャーをしたり顔で表現したりなどラジオで伝わらないことはしないでください。振りですか。おもやおいいぞいいぞ。事務所柄やりかねないぞ。ワク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 。先輩を見てるからさ確かに、はあ、顔もジェスチャーも全部できるからさあということでどうですか、はい、自信あるかな。ないです。えだってシュッと来てとかの来てみたいなやつ言っちゃいけないんでしょ。シュッバーグルグルってことでしょ。もう動詞も名詞も何も使っちゃダメなんだね、無理じゃない。はあむずいな。まあじゃあかりんちゃんからいきますか。あいよかりんちゃんいきましょう。あいよ。じゃあいっぱい言っていいらしいからね。そうだね、何個お題を連続していってもいいのでね、もう言えれる限り言ってください。さあということで確認できたようなので、それではかりんちゃんその行動を擬音で表現してください。コポトロー、ちょ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 、くっつ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 、ポツポツポツ、ピッポツチュー。私なんかコポから始まってね、なんかコポ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 ポで、ジュトロートローポトポト、途中なんかってなったよね。ですよね。ペッてなってまたポトポトってなって女王みたいな感じでポト銃じゃなくて銃って感じではなかったよね。ですね。焼いてる感じではなかった。なんか火通してそうですよね。ねえ、うんうん、思った。最初なんかチーズフォンデュかなって思ったけど、でもなんかポトポトとろーみたいな、なんかカレーみたいな感じのニュアンスあったよね。あなんだよ、なんかポトって何これ。ポト、あ、いいよいいよ、こういう感じだよねきっとね。ポト、あ、オリーブ、あ、違うか、オリーブオイル。でもなんか調味料感はあったよね。実験、あ、火となんかそういう液体。ポポポポポ、動きを変えてみて、動きを変えてみて、変えてみて。え、ちょっとあの意味わかんないヒントやめてください。もう一回再現してもらうのはありですか。もうちょっとちょっとちょっと記憶が、ちょっともうちょっとわかりやすくいきますね。タイトでもいいよ。コポトロトロトロポチュワプツプツプツペプツプツ、わかった、パンケーキ、うん、あー同じことを思った。だってペッてやってるってでしょ、きっとひっくり返してるんだよね。ポツン、気泡が、気泡が、これはもういきましょうか。はい、じゃあせーの、パンケーキを焼いている。おということで、正解は愛情たっぷりのパンケーキを焼く時の音。愛情たっぷり、愛情たっぷり、嬉しい、すごい、嬉しい、なるほどなるほど、嬉しい、ありがとう。かりんちゃん解説お願いしていいですか。まずなんかコポでなんかちょっと取った時さ、お玉にね、なんかドロドロしてるからコポ、うん、でトロトロで垂らしました。なるほど。で垂らしたらあのフライパンもう熱してるからジュワで、焼いてる間プツプツして、うん、裏返すペッ、あ、そしてまた焼いてっていう、うん、よく手を使わずに擬音できたね。私絶対このポポポポとかやっちゃうわって、ね、確かにすごいボキャブラリー、机の下で動きをやってた。じゃないとでこの手順はって、でもすごい上手上手、やった嬉しい、いいぞ。じゃあ続いてはミケちゃんが表現する擬音を私とアマネスで当てていきましょう。はい、じゃあミケちゃんお題確認してください。はあ、なるほど。え、これどこまでが擬音だろう。オッケー、まあ、やってみます。はい、はい、お願いします。ガチャストン、ちょろ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 、ガチャ、ゴクゴク、プハー、チュン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 って何。チュン、鳥、アフタヌーンティー的な、
なんか座ってなかった最初ですよね。ガチャガチャってなんだろう。ストン、チョロ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 ってなんだ。なんかついでるとかかな。あーチョロ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 ガチャって何。ガチャガチャチョロチョロって何。チュン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 。いきなり最後鳥が出てきたよ。ですね。あ、もう一回ちょっとじゃあやるわ。お、じゃあ再演してもらってもいいですか、うん、はい。テク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 歩いてるね。ガチャテクテクテクチュ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 ストン、チュル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 。ガチャゴクゴクゴク、モグ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 、チュン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 、ピピピピ、チュチュチュ、ブオピクニックじゃない。あ、わかんない。外ガチャって、ね、外に出たのかも。あ、確かに。え、でもお散歩チョロチョロってなんだろうね。あれじゃないですか、ホット、あ、水筒みたい な, たいな、はい、なんか機械な音がいっぱいあった。ブー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 みたい な, な動物園。もぐもぐ遠足かな。うん、え、なんだと思う。アマネスは、でもお散歩遠足ピクニック系ですよね。かな、どれで行く。じゃあ遠足、じゃあせーの、遠足。正解はですね、はい、正解はテラスでアフタヌーンティーを飲んでいる時の擬音。え、じゃあ最初合ってたじゃん。合ってたの。だからね、だからアフタヌーンティー来たと思ったからテラステラスと思ってチュン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 って風がブワーって外で飲んでるって思ったら外の方のウエイトがどんどん大きくなっていって、あれ、どん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 遠のいて遠足になっちゃったっていう。遠足になっちゃった。一つ柳台がラスバレ内でテラスでやってたから、あー、テラスでやったのに。テラス、むずいね。テラスむずいね。そう、鳥と風しか浮かばなかった。最初ね、穏やかな雰囲気あったの。おー、アフタヌーンティーかなって思ったんだけど、うん、再演した時すごい騒がしかったから外やで、ここは外やで、かと思っちゃった。いや、ちょっとやばい。今のところ一勝一敗ですよ。やばい、最後、はい、アマネスに擬音で表現していただきましょう。いいね。私とかりんちゃんで当てていきます。お題を確認してください、はい、さあ、はい、アマネス準備はどうですか。はい、大丈夫です。お、はい、じゃあアマネス、その行動を擬音で表現してください。いきます。ザワ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 、ドワー、ポツポツ、ギュー、なんか最後被害者がいた気がするけど。これは独特のセンスだということです。なんかすごい緩急があってよかったよ。ざわざわしてたね最初。すごいざわざわしてて、ざわ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 、明かりすぎるです。じゃあ相当飛躍してるんだね。そうかも。点と点をめっちゃつながないといけないんだね。ざわざわのあとなんだっけ、なんかわーわーみたいな感じじゃなかった。ざわざわざわわーわーわーってなって、ポツポツポツって帰ってったんじゃない、その雑踏が。ざー帰って、なんかもうポツリポツリしか人いないみたいな。スコールスコールじゃない。ざーって振って、最初ザワザワスコールが来るわ。ザワザワザー、ポツリポツリってこと。そんなことはちょっと、あ、ごめんなさい、もうちょっとわかりやすく、はい、はい、じゃあいきます。ザワ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 、ワク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 、ザワ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 、ワクワク、はぁ、ボーボー、あ、なんだ、ポツポツポツ、はぁ、ユーかぁ。以上です。ジューって何、なんか牛じゃない、牛、ジュー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 ってなった後に悲鳴が聞こえるんだよな。キャー、でも嬉しそうだったよ悲鳴。もうさっきよりはね、はい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 、ね、うれしそうだった、はい、ね、でもな、しかもワクワクしてたからお祭りとか、あ、だからざわざわワクワク、ざわざわワクワクで、でポツリポツリ、一回悲しい、雨が降ってきた、雨が降ってきた、祭りだったけど雨が降ってきた、でジュー、なんか吸い上げられてる。え、見てなかった、ジェスチャー入ってた。
ジュー吸ったストロージュー、ストロー、でもストローだとチューチューって感じだよね。ジュ ー, ジューってなって、で最後キャーってなるでしょ。めっちゃ首振ってるけど違う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 って顔してるけど、えー、なんだと思う。全くわからない、考えてもわからないんだこれ。一人じゃないんじゃない、なんか二人でなんかアクシデントがあった感じがするよね。なんかあったっぽいよね。でじゃあさ、もう二人で答えを作り出していけない？いいよ、言ってみて。じゃあちょっとずつ言っていこう、うん、じゃあ祭りでワクワクだから楽しみにしていたけど、雨が降ってきてしまい、手をつないでジューってそうジューって手をつないで、その手の熱を感じ、心までほかほかになってしまい、思わず口からギャーという声が出た。クレハクレハ、あ、クレハです。ブブ、正解は行列に並んでトッピングマシマシのタピオカミルクティーを飲むときの気温。やっぱストローじゃん。ストローだったんだ。ジューっていうのがタピオカを吸ってたんだ。そうです。タピオカです。あー、確かに。ということでラスバレのハッピーハッピータピオカのメモリアにちなんでということでございました。はい、なるほどね。最後なんかあのすごい悲鳴みたいなのが聞こえたんですか？途中のブオーはタピオカ作ってる音です。あ、で、ワンはおいしい。あー、そういうことだったんですね。ザーは何？ザーザーはタピオカ作んだよ。あ、機械の音か。なるほど。行列に並んでたんだね。もうね、一旦目のザワザワの時点でね、不穏なものしか感じない。どこのバトルフィールドに連れてかれるんだろう。ザワザワしてましたよ。あ、さあということで特訓やってきましたけれども、はい、今回ちゃんと理解できたのは3回中1回。いや、いやということで特訓失敗です。泣いた、泣いたわ。ということで特訓が失敗したので補習があります。今回はあかりにちなんで、ハッピーを探しているお嬢様っぽいセリフを言ってくださいとのことです。はい、もうハッピーを探してくださいだそうですよ。じゃあみけちゃん、まあ、やってみるか。いきますか。はい、お願いします。ハロージャパニーズ、私はアメリカのお嬢様です。ハッピーなこと探しにジェット機で来ました。おお、抹茶美味しいです。はい、黙んないで。今一生懸命考えてた情景を。あ、なるほどね。今ミケちゃんの情景を、うん、ありがとう、その努力が嬉しい。続いて高橋かりんちゃんです。お願いします。泥だらけかな、全然大丈夫だよ。見てこれ、四つ葉のクローバー見つけたの。かわいい。かわいいしめっちゃいいんだけどさ、お嬢様どこ行った？なんか貧乏感。お嬢様じゃなくなきゃよね。まあでも一周回ってみたいなことあるからね。カップラーメン美味しいですわみたいな。宝石なんかいくらでも買えるけど、鉄板のクローバーは探さないとないし。けなげだったな。自宅の広い庭かもしんない。なるほどね。多分ジーヤとかが仕込んでんじゃないの。植えてくれてお嬢様って、ね、なってる。じゃあじゃあアマネスにね、はい、いいのを聞かせてもらいましょう。責任重大。最後はアマネス、お願いします。はぁ、やっと見つけましたわ、高級の伊勢エビ。え、これザリガニですの？私の伊勢エビどこですの？一番ハッピーを探してたね。探してた、すごい必死に探してた。見つからなかっただけで。探してる感じはすごいしました。よかったです。パワー系お嬢様だった。お嬢様には本物の伊勢エビが見つかるまで探してほしいです。泥臭お嬢様ですね。
はい、ということで今後はですね、リリーの絆を強めるためにどんどん特訓していきます。私たちにやってほしい特訓があれば送ってきてください。以上、共鳴せよ連携特訓でした。アサルトリリーラジオガーデン、オーバーフロー。アサルトリリーラジオガーデン、オーバーフロー、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。番組の感想などはハッシュタグパーソナリリーをつけてつぶやいてみてください。番組では私たちへのメッセージや各コーナーへのメールなどを皆さんからのお便りをお待ちしております。響きラジオステーションにある番組ホームページのメールフォームから気軽に送ってくださいね。そしてゲストのお知らせです。再来週3月14日更新のラジオガーデンには、ひとつ柳リリ役の赤尾ひかるちゃんが来てくれます。ピーちゃんへのメールはすぐに送ってほしいです。ということでピーちゃんね、この番組来るといつも可愛い子ぶりっこしてるので、あ、もうピーちゃんのあの面白いところを我々は知ってほしい。はい、この番組で思う存分発揮してほしいので、はい、皆様からの無茶ぶりメールいっぱいお待ちしております。送ってください。そんなこと台本に一言も書いてないのにどう、びっくりしちゃった。この番組来るとさ、なんかあのライブがあってすごく頑張ってみたいな、そこもいいけど、でもあのピーちゃんの我々にだけ見せる面白い姿もいっぱい披露してほしいんでぜひいろんなメール送ってください。はい、お願いします。お待ちしてます。はい、ここでアサルトリリーからのお知らせです。はい、先ほどもお話ししましたが、現在アプリゲームアサルトリリーラストバレットにてグランエプレの新イベント、美しき世界のメッセンジャーが開催中です。過去のリリーへと送られた1枚の手紙がグランエプレの1年生たちを冒険へ導く、うん、ということで、どのようなお話なのかはぜひプレイしてお確かめください。イベントに合わせてクレハ、アカリ、ヒメカの新たなメモリアが登場するイベントガチャも同時開催されておりますので、要チェック。続いてはイベント情報です。アサルトリリーミニトーク&ライブハッシュタグリリー工場会議が5月14日、15日、21日、22日の4日間にわたって開催されます。日程によって出演キャストが変わりますので、詳細はアサルトリリー公式ホームページにてチェックしてください。皆さんもぜひ会議に出席してください。そしてアサルトリリーフルーツのブルーレイディスクが4月27日に発売されることが決定しました。全13話の本編だけでなく劇中 BGM も収録、また特製ブックレットや次回イベント申し込みシリアルとラスバレのシリアル、バイスシュバルツ特製 PR カードなどなど特典が盛りだくさん。詳細はブシロードミュージックの公式ホームページをチェック。続いてはグッズ情報です。1月に上演した舞台アサルトリリーロストメモリーズの電子版パンフレットの発売が決定いたしました。舞台ビジュアルをフルカラー48ページに詰め込んだパンフレットを電子版でもぜひお楽しみください。発売日など詳細は続報をお待ちください。最後に、響きラジオステーションでは番組のアーカイブを1週間無料で聞くことができます。会員登録をしていただければ番組をお気に入り登録したり、この番組のアフタートークを聞いたりすることができますよ。また YouTube のアサルトリリーチャンネルでは過去の本放送も含めて番組をお楽しみいただけますので、こちらもよろしくお願いします。はい、ということでアマネスにしていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか今回もすごい賑やかな回になりましたね記憶に残る、おもろい回でしたね。楽しかったね。さあ、ということで、じゃあ最後にアマネスからリスナーの皆さんへ向けてメッセージお願いします。はい、ここまでお聞きくださりありがとうございました。私は先ほどは伊勢エビを探していましたが私の演じるあかりはユニコーンを探しておりますので、引き続きユニコーンの、遭遇情報がありましたら皆さんご連絡ください。また遊びに来れたら嬉しいです。ぜひアマネスがどんどんあかりちゃん化してってぜひまたお待ちしております、はい、ということで来週もこのガーデンでお会いしましょう。お相手はカエル役の伊沢美香子と、ミリアム役の高橋かりんと、あかり役の新田あまねでした。それでは次回までごきげんよう。この番組はアサルトリリーラストバレットの提供でお送りしました。リリーたちがアプリゲームに登場。レギオンを結成してキルジを倒そう。アサルトリリーラストバレット好評配信中。テレビアニメアサルトリリーグーペのブルーレイが毎月連続リリース。いろんな特典がたくさん。
いい？